こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日はもちもちとした生地にいろんな具を包んで焼く美味しいおやきをご紹介します。生地作りはとっても簡単です。今日は切り干し大根、野沢菜炒め、粒あんを包んでいきます。最後までぜひご覧ください。まず生地作りです。容器の中に中力粉を入れて塩を加えます。熱湯を注いで一気に混ぜ合わせます。熱湯を加えることで生地に弾力が出て、冷めても固くなりにくい生地が出来上がります。粉っぽいところがなくなるまでよく混ぜたら、蓋をして30分くらい置きます。その間に具の準備をします。野沢菜炒めを作ります。フライパンに油を入れて中火にかけます。野沢菜漬けを加えて炒めます。野沢菜漬けは水洗いをして細かく切って水気を絞ってあります。砂糖を加えて炒め、先に甘みをつけていきます。野沢菜漬けの塩分が残っている場合がありますので、醤油を加えるときは味を見て少しずつ加えてくださいね。最後にお好みで赤唐辛子を加えるとピリッとして美味しいですよ。出来上がったら冷ましておきます。生地がしっかりと水分を吸って滑らかになっていたら容器から出します。熱湯を加えた生地はこの時点で手で触れるくらいの温度になっていると思います。ネバネバしてとても柔らかい生地ですが、心配しないでください。手に水をつけて生地を棒状に伸ばします。今日は小ぶりのおやきを作るので8等分にします。丸める時も手に少しの水をつけて作業をすると、生地がべたつかずに丸めることができます。丸めた生地を潰して厚さが1センチくらいになるように平たく伸ばします。伸ばした生地に具を入れて、周りの生地を寄せるようにして閉じます。フライパンに油を敷いて、出来上がったものから並べておきます。必ず閉じ目を下にしておいてください。具の量によっておやきの大きさが決まります。最初はあまり入れすぎないように気をつけてください。具に水分があると包みにくいので、切り干し大根にはすりごまを加えて水分を吸わせるようにしています。中に入れる具にはいろんなお惣菜が合うと思います。かぼちゃの煮物やナスの味噌炒め、きんぴらごぼうなども定番のおやきの具です。全部並べ終わったら中火にかけて5分焼きます。
少し焼き色がついたら裏返します。蓋をしてさらに5分焼きます。これで出来上がりです。両面にしっかり焼き色がついてパリッとしています。生地はもちもちで柔らかくとっても美味しいですよ。やっぱり野沢菜炒めのおやきが一番好きです。残ったら一個ずつラップをして、翌日以降は電子レンジで20秒ほど温めるともちもちに戻ります。冷凍保存も可能ですよ。皮がもちもちしていてとっても美味しいので、どんな具でも合います。お好きな具を入れてぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。